はい、どうもゆうすけです。今回はクレセリアのレイド対策についてのお話をしていきたいと思います。クレセリアはエスパータイプとなります。よって弱点は悪、虫、ゴーストとなります。同じエスパータイプのレイドボスであるミュウツーやユクシー、アグノム、エムリットの時に使っていた対策ポケモンをそのままぶつければ大丈夫です。具体的な対策ポケモンの上位としてはシャンデラ、ダークライン、ギラティラのオリジンフォルム、イベルタルなどが挙げられます。特にダークライとシャンデラは直近のイベントで出現していたので比較的皆さん揃えられているのではないかと思います。クレセリアの最低討伐人数の目安なのですが、クレセリアは非常に硬いレイドボスとなっております。目安としてはしっかりと対策パーティーを揃えた人同士でも4人以上は欲しいといったところになります。対策パーティーを揃えられていない場合には5人、6人、そしてそれ以上の人数が必要となる場合もございますので、しっかりと対策パーティーを組んだ上でクレセリアレイドに臨んでいきましょう。また今回のクレセリアは特別な技草結びを覚えています。この草結び PVP で非常に使える技となっておりますので、ですので草結びクレセリアをまだ厳選できていない、揃えていないという方はぜひこのクレセリアレイドの機会に厳選しっかり行っていきましょう。またレイドさんのクレセリア、つまりポケモンレベル20のクレセリア、最低個体値10、10、10だとどうしても CP1500 を超えてしまいます。よってレイドさんのクレセリアをスーパーリーグで使える CP、 つまり CP1500 以下にするためには個体値を交換によって下げる必要がございます。よって交換での個体厳選用に複数可能であればクレセリアを用意しておくといいでしょう。伝説レイドはおすすめパーティーで入っちゃ絶対ダメ。しっかりと対策パーティーを用意して臨んでいきましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。アディオス。